ワクチンの接種に伴って出る可能性のある副反応に対し、事前に備えておきたいという動きはこんなところでも。今日、名古屋市内の薬局を訪れてみると、最初の頃は高齢者の方が多かったんですけども、今は若い方や事前に購入して明日打つからっていうお客様が多くなっておりますね。熱を下げるっていう形で冷却シートやお粥などが今販売個数が伸びております。体調が優れない時にも食べやすいものということで、お粥などのレトルト食品が売れています。解熱鎮痛剤についてはアセトアミノフェンの成分だけが入ったものが人気で、売り上げは去年の2倍以上ということですが、薬局の店長はイブプロフェンだったり、ロキソプロフェンだったりっていう成分もここに並んでいる商品でしたら、どの商品も解熱鎮痛剤としてご利用いただけますので、どの商品飲んでいただいても体はしっかりと楽になっていただいて熱を下げてくれるっていうことになっています。現在、解熱鎮痛剤の在庫は十分にあるとのことです。解熱鎮痛剤に加えて経口補水液や栄養ゼリーを一緒に買う人もいるそうです。熱下げるときに、しっかりと栄養がないと熱がなかなか下がらないよっていう方が多くいらっしゃいますので、その時に必要なエネルギーを取るっていうのが大事になってくる形ですね。もう事前にワクチンを打つっていうのが分かっていましたら、事前に準備しておくことがいいと思います。